山本一徳は、島根県安城市出身の元プロ野球選手。左投げ左打、島根県安城市出身。小学校1年生の頃から野球を始め、安木高校では2年夏の県大会2回戦で7回コールドながら、ノーヒットのオーランを達成し、ベスト4進出に貢献。3年生の5月に腰を痛め、同年夏は、外野手として7安打3打点を挙げたが、 ベスト8で出雲高校に敗れた。高校卒業後は上京し浪人生活を送る。一郎の末、一般入試で早稲田大学に入学。東京六大学では宮本県大谷智久の左右のエースの存在もあり未勝利に終わった。リーグ通算12試合に、当番0勝0敗、防御率4.70、20奪三振を記録。 独特のスリークォーターから繰り出す、最速時速1 4 4トルの動く速球と1 8 4トル9 0ラムという恵まれた体格を買われ、2006年のプロ野球ドラフト会議で日本ハムから5巡目で指名された。すでにトヨタ自動車に進むことが内定していたが、同年11月30日に契約金と年俸それぞれ6000万円、1200万円で、 契約を結び、宮本らと共に入団した。2007年はルーキーながら開幕一軍に登録され、12試合に登板した。2008年は一軍出場はなかったが、2軍で、イースタンリーグ最多の43試合に登板し、経験を積んだ。2010年オフ、根本智久との交換トレードが11月22日に、公示され、高口高行と共に、 千葉ロッテマリーンズへ移籍した。2011年7月20日、対オリックス戦でプロ5年目にして初勝利を挙げた。同年は自己最多の14試合に登板し、防御率2.87の成績を残した。2012年は1軍登板なし、2軍では17試合に登板したが、 防御率10.45と散々な結果に終わった。2012年10月7日付で戦力外通告を受け、現役を引退する。2013年からは古巣日本ハムに戻り、ベースボールオペレーションシステム担当職員となった。ありがとうございます。